では最初は正座のポジションから軽く膝を立てた状態です。骨盤幅程度に開いていきましょう。まず右の手首を出してつかみます。息を吸って上に伸び、吐きながら側屈、三日月のポーズで体の側面を伸ばしていきましょう。揺れることで余計な力みを解放しながら少しずつ体側伸ばしをします。この時に骨盤が倒れていないか、まっすぐな状態、壁と壁の間に挟まっているイメージで行います。吸いながらセンターに戻り、手をほどいて肩をリラックスしてからチェンジしましょう。左の手首をつかみ、息を吸って伸び、吐きながら体を横、同じく揺れていいので左側の体側部の伸びを実感します。肩が詰まったり違和感があれば少し肘を曲げながら行う形に変えても構いません。さあ、吸いながらセンター、吐きながら手を解放して、次は右手を左のこの、ちょうど肩の入り口のあたり、胸の横、手をグーか指の腹かで押しましょう。指圧をするような形で刺激します。反対の手は優しくまず前後に振って、胸の前側の筋肉を緩めていきます。そのまま横がぶつからないようであれば、横にも優しく振りましょう。さあ、ではチェンジしましょうか。反対の手、胸の横のあたり、肩の入り口あたりです。そこをプッシュしながら、まずは前後。押されている方の手はリラックスして優しく揺らします。そして横にも振りましょう。さあ、ではもう一度正座の姿勢です。この状態から次は背中に手を回していきます。今ちょうど手の甲が背中にある形、肩をリラックスして進めていきましょう。この姿勢から羽ばたくように手を動かします。この動作が肩や腕をほぐすだけではなくて、背中や背骨の位置も調整します。顔の位置が上がりすぎていたり下になっていないか、ちょうど鼻先遠くまっすぐ見つめるような感覚で、顔は正面に向けたまま行います。家事の合間などでもいいですし、仕事の合間などにも簡単にできる動きなので、ぜひ肩周り、腕周り、背中がガチガチになりやすい方におすすめです。では動きを止めましょう。次は手首をくるっと正面に向けて指先地面です。体重を指の方にかけるようにしながら、この手首周りのほぐし、手をよく使うという方は、特に手首が凝り固まっていて、そこから肩こりや背中のこわばりになったりするので、ほぐしましょう。さあ、行えたら解放します。少し手首振りましょうか。では、続いて体横座りにします。骨盤を右側で、足を左側に少し外すような形で、お尻が起きやすい位置探ってみてください。片方のお尻どうしても浮くという方は、なるべく下に下ろすようにしたいのと、足を軽く寄せると座りやすくなる場合もあるので、ずらしたりしながら探ってみてください。さあ、この姿勢が行えたら軽くねじっていきます。右手を後ろ、左手は膝の方に向けて、吸って上に伸び、吐きながらひねります。足が割り座のような形、横座りのような形になっているので、少し股関節周りに効かせられる動きになります。ここでも揺らしながらでいいです。体重をなるべくセンターにかける意識と、吸う息で背骨がさらに上に伸びる意識、肩だけはいつでもリラックス。吸いながら体をセンターに戻したら、
吸って手を上、吐きながら両手を絡めて頭の後ろ、もう一度吸って上に伸び、吐きながら側屈、胸を斜め上に見せるような形で小鳩のポーズ。さあ、では吸って体をセンターに戻しましょう。吐きながら解放。左の膝を立てます。右の足はまっすぐ伸ばしましょう。骨盤は正面に向けます。お尻が後ろ側に倒れてきたら少し膝を曲げていいので、ぐっと上体を起こす、骨盤を起こすようにするのを優先してみてください。ではこの状態でねじっていきます。左手を後ろ、そして右手で膝を抱えて吸って、吐きながら後ろを振り返ってねじりのポーズ。体重が後ろにかかりすぎないように、もう一度上体をぐっと起こす意識のままで、そして膝を自分のお腹の方に寄せながらにしましょう。鼻からたっぷり息を吸って、最後に吐き出し、吸いながらセンター、吐いてリラックス。では両膝を自分の方に引き寄せて、次は骨盤を左側、足は右側に下ろします。そして足の位置を少し外すような形で、お尻座りやすい位置確認していきましょう。土台が安定したら、そのまま左手をお尻の後ろ、右手を膝の斜めにかけて、息を吸って上に伸び、吐きながらひねります。自分の体のセンターを感じ取って、一番しっくりくる箇所、そして背骨だけは長くします。さあ、次の吸気で体をセンターに戻したら、肩をリラックスして吸って、手を上げて、吐きながら手を組んで頭の後ろ、もう一度吸って、吐きながら上体を右側で体側伸ばし、胸の開き、では一度動きを止めて、吸ってセンター、吐きながら解放し、右の足膝を立て、左足をまっすぐ伸ばしていきます。骨盤を正面向きにして、ぐっと体を起こすようにして準備しましょう。右手で膝を抱え、左手後ろです。吸って、吐きながらひねります。ねじりを作りながら呼吸、もう一度左右差がないかの確認もします。では吸いながら体をセンターで、吐いてリラックス。両方の膝を自分の方に寄せたら、手を前につきましょう。肩の真下に手首、股関節の真下に膝で足の甲を寝かせた姿勢。背中側をまっすぐにして、首筋長くしておきます。一度息吐きましょう。吸いながら背中を反らすように、胸を前に開く動作、吐く息で背中を丸め込み、頭は下です。もう少し行ければさらに手をカップハンズにして、背中を丸く、肩甲骨の間を高くしていきます。ではもう一度手のひらついて吸って、吐く息だけ、さらに背中を高く上げていきます。自分のペースで繰り返しましょう。さあ、次の吐く息が来たら両手を一度下ろし、
右手を一歩前にして、左の手のひら上向きで脇の下をかぐらせます。骨盤の位置をだいたい整えて、そのままさらに手を前、お尻を後ろ、ここで呼吸を深めます。腕や肩、背中の伸びです。では遠くに伸ばしている手、顔の目の前、手で地面グッと押して、四つ這いに戻ってきたら、左手を一歩前、右の手のひらを上向きにしながら、肩を地面、お尻後ろに引いて、だいたい骨盤の位置をセンターにしてから、左手を遠く前へ前へと歩かせていきます。では吐く息が来たら、伸ばしている左手を顔の目の前、手で地面グッと押して四つ這いへ、お尻をかかとの方について正座の状態戻っていきましょう。では両手を外側に置いて、吸って右手を上げてこめかみへ吐いて、もう一度吸って上に伸び、吐きながら首のストレッチ、手で引っ張るより頭の重みに任せて優しく乗せる程度にします。伸びを強めたい場合は、左手を遠くに歩かせることで強めましょう。心地呼吸の流れを感じながら、徐々に首の伸びを実感します。吸って手を後頭部、顔を右に向け、吐きながら顎を引いて首の後ろリラックス。体重が前のめりになっていたりしないか、背骨の位置はセンターにしながら首をストレッチします。吸って顔正面、吐きながら解放。次は左手高く吸ってあげ、吐きながらこめかみ、もう一度吸って、吐く息で頭を左、心地いい角度でキープ。余裕があれば右手は遠くです。手を伸ばすことでピリピリっとした指先から腕、肩、首の方への一歩の流れ、そして伸びを実感します。吸って手を後頭部、顔を左で、吐きながら顎引きましょう。では吸いながら顔正面、吐きながら解放。両手をグーに握って、後頭部から首元、優しく叩くことで浸透を広げます。脳幹の刺激で体の自律神経の働きも整え、体の循環、そして状態がより良くなるようにサポートします。さあ動きを止めてリラックス。両手を合掌、吸って手を上、まっすぐ上に背骨伸ばし、吐きながら胸の前へと下ろします。今日は上半身を中心にメンテナンスするような優しいヨガを紹介しました。首や肩、背中がガチガチですという方の多くが、手首周りであったり腕の緊張が強い場合があります。それらを解放することと、優しくこの太ももや股関節周りも動かすというような流れで、
全身の血液循環を上げて、より良い体にしていくような内容です。ぜひ毎日の運動習慣にヨガを取り入れて、体の状態を整えてみてください。今日も皆さんにとって笑顔あふれる一日になりますように。ありがとうございました。